終戦後、進駐してきたオーストラリア軍マクスウェル少佐と、敬礼を交わす、加藤英吉大佐。加藤英吉1月10日から1946年8月1日は、大日本帝国海軍の軍人。海軍兵学校46期で、最終階級は大佐。ブーゲンビル島の戦いで島の北部を固守した。住民殺害を命じた、戦争犯罪の有罪判決を受け、 死刑となった。1897年に、藍津若松市に住む商人の家にご難として生まれる。尋常小学校3年生の時に、仙台市で私塾の育英塾を開いていた15歳年上の、時刑の年吉の下へ、母と3兄の力松と共に移り住む。その後、年吉の養子として育てられ、建町尋常高等小学校2年から、 東北学院普通科3年に編入し、卒業。1915年9月に海軍兵学校へ入り、46期で卒業。海軍主官として各種の海軍艦船勤務を経験し、1925年に海軍法術学校高等科を卒業。1926年4月に結婚し、妻との間に4人の子を設ける。少佐の時に、 軽巡洋艦多玉の法術長を務めたのを最後に、1931年12月以降は、洋行部、海兵団、上海海軍特別陸戦隊などでの陸上勤務中心となる。日中戦争開始後の1938年から1939年には、中国方面の陸上部隊で頻繁に転任しつつ、従軍した。 1940年1月から1941年9月に、かけての大港洋行部参謀勤務時には、日本陸軍の津軽要塞司令部参謀や、北部軍参謀を兼務している。太平洋戦争勃発時に大佐となっていた加藤は、戦争前半を、横須賀海軍警備隊参謀、横須賀第一海兵団副長、同共頭として、日本本土で過ごす。 1943年9月5日に新設の第87警備隊司令に任じられ、以後はブーゲンビル島北部深島地区の守備を担当した。加藤の指揮下兵力は7000人以上あったが、警備隊の約1000人と若干の陸軍部隊だけが、本来の地上戦闘要員で、残りの約6000人を海軍設営隊などの非戦闘員が占めていた。加藤は、 乏しい戦力で、部下地区の海軍飛行場を守備し、侵攻してきたオーストラリア軍を迎撃、ポートン桟橋の戦いなどで、オーストラリア軍に停滞損害を与えた。食料や医薬品の不足もあって、多数の死者を生じながら、終戦の日まで部下地区を保持した。ブーゲンビル島の戦いの間、部下地区の日本軍は、現地住民の旋部工作に努めており、地区内の 各部落から住民を集めて農業教育を施していた。ところが1945年7月に日本軍へ協力していた部落の住民がオーストラリア軍によって拉致される事件が起き農業教育を受講していた同部落の住民の一部も後を追ってオーストラリア軍側に移動してしまった。加藤は 住民の脱走が続いて、機密情報が漏えいしたり工作員として利用されることを恐れ、逃げないで残っていた住民3人を見せしめとして死刑にした。別の部落も一時的に住民が行方不明となったため、やはり教育中だった住民を死刑にした。戦部工作を担当していた火星隊員が反対したが、加藤は激怒して、住民の即時処刑を命じた。また、 加藤には、部下島進出直後に敵対的な住民4人の処刑を命じた疑いもかけられた。終戦後、加藤は住民7人の殺害を命じたとの素因で B 級戦犯としてオーストラリア軍により起訴された。加藤は、ラバウルで開かれた軍事法廷で当該住民が日本軍に属していたから、脱走と情報漏洩を防ぐために行われた処刑は、 正当であり、当時の切迫した戦況では、正規の裁判手続きを経ることも、不可能であったと無罪を主張した。しかし、オーストラリア軍の裁判官は、当該住民が、軍に属していたか否かや、処刑の理由の遺憾に関わらず、適正な裁判手続きを経なかった点で違法を、免れないとし、1946年5月7日に、 住民6人の殺害につき有罪と認定、死刑判決を下した。同判決は、軍上総部にも承認され、加藤は、公主刑となった。49歳没加藤は妻に宛てた遺書で、先般裁判は、一方的なもので、小生は、不良天地に恥じることなしであるから、引け目に感じなくてよいと書き残している。部下だった加勢大尉も、 ただの報復裁判であったと回想している。加藤は第8艦隊司令部から指揮下に派遣された火星隊が第87警備隊の業務について批判的な内容の報告書を作成していた点を気にし、不都合な部分を削除するよう求めていた。加藤は削除の理由をすでに司令部でも把握している内容であるから報告は不要と説明していた。その後、 報告書は、加藤の手を経由して提出されるようになった。マラリアを媒介する、浜だらかを警戒して、どんなに暑くとも、長袖の軍服を着用していた。また、私物として、多くの医薬品を戦地に持ち込んでおり、部下の火星隊員が、マラリアで重体となった際に提供して、その一命を救った。終戦後の連合軍との交渉では目立った活動を、しなかったが、 ショートランド諸島ファウロ島に設けられた捕虜収容所の劣悪な環境に悩み、上級司令部へ移動する火星隊員に救助を伝えるよう頼んでいた。仙台育英学園の創立者である加藤俊吉は、長兄、養父陸軍士官の加藤力松は三兄である。英吉の長男の将は、俊吉の後を継いで、仙台育英学園の理事長を務めた。 ありがとうございます。